この子ね、昨日から怖さがなくなったみたいで、もう絶対的に信じてくれて。コスズメもこうやって分かるんだよね。でね、この子面白くて、今コトジの餌をあれしてるんですけどね、配合品なんだけど、その中でカナリアシードっていう殻のある、なんか多分美味しいんだと思いました。でそればっかり食べるんですよ。でそれがなくなるとね、ちょっとね、下に降りて面白いな。今日は体中にペンキをつけてきたから、どっかなんかやっぱり顔がなんとなく区別できるようになってくるねえ、これだけ人とこうやって話しててもう怖がんないし、だから鳩が近づいてくるんですよ。でもね、この子は鳩もね、そんな怖がらないですね。だから休憩所のとこでね、雨降ってで床に餌をまいてたら鳩が来て、スズメたちはね、鳩嫌がるから鳩から離れたところで餌食べるんだけど、この子だけはね、近づいてきて全然怖がんないし、これも経験なんですよね。一度経験して平気だと思ったらはい、ご苦労様です。